仲良しセーバーさんたちとお茶してきたんですよ。純着さんが優しくて本当に素敵なお姉さんって感じ。今度ベトナムの料理を教えてくれるって。楽しみ。妹の方はすっごい目つきで睨んできてたけどな。何なんだよあいつ、怖えよ。なぎこさんが一緒だと賑やかで楽しいね。教科書に載ってた人とお話できるなんてなんだか不思議な感じ。でもあの人、教科書とだいぶイメージ違うよな。春はあげぽよの人だよね。そうだったか。いや、そうだったかも。